はい、皆さんこんばんは、ワンシャンハオリンチーです。ですね、今回は、中華製の字幕作成ソフト、アークタイムの、ご紹介です。このアークタイムっていう、字幕作成ソフトは、非常に優れた、ソフトで、高速に、字幕を作成できて、しかも、完全に無料です。はい、以前はですね、中国国内で、海賊版コンテンツっていうのが、たくさん出回っていまして、例えばですね、アメリカ国内で1時間もののドラマが放映されるとすぐに、中国国内にデータが送られて、それにね、5、6人で手分けして、10分ずつ、字幕をつけて、もう2時間後にはね、中国国内で、字幕付きのそのドラマが出回ってるっていう、状態でした。最近ではですね、こちらはね、きちんと版権を買って、やっているんですけども、仮面ライダー01なんかも、日本国内で放映された後に、まあ、大体2時間ぐらいしたら、中国国内で中国語の字幕付きで、放映されています。それで僕自身、日本の映画会社の人に頼まれて、90分の、映画の字幕を、作成したことがあります。その作成に要した時間は2日間でした。はい、わずか2日間の間に、90分の映画の字幕を全部作成してしまって、その映画会社の人には、非常に驚かれました。はい、それではアークタイム行ってみようと思います。はい、まずはアークタイムの、ダウンロードからやっていこうと思います。このようにね、アークタイムって Google で検索すると、一番最初に出てきますね。もう中国語で、おそらく皆さん読めないと思うので、直接ね、こちらの方、火災と暗装っていう、こちらの方をクリックしてください。そしたらね、このようなページに、飛びます。Windows の場合、こちら、まあ、64か30に選んで、クリックすると、ダウンロードが始まります。はい。はい、ダウンロード始まりました。ちょっとね、一旦ね、これね、キャンセルして、はい。それでね、こちらが、ダウンロードした、何ですか、圧縮ファイルですね。そしてこちらがね、その、圧縮ファイルを解凍したものです。はい。こちらをね、フォルダを開いて、いきます。はい。ここにね、アークタイムプロっていう、もうソフトが、まあアプリが入ってるんで、インストールする必要はありません。はい。とりあえずね、こちらの方を、起動してみます。でね、起動するとね、このような感じで、非常に、見づらい感じになっております。それでね、ちょっとね、まあ、調整する必要があるんで、皆さん、もうしばらく我慢してください。とりあえず、閉じます。はい。それでですね、このアークタイムプロの上で、右クリックをして、こちらの、はい、こちらのね、アークタイムプロの方を、右クリックします。右クリックして、こちらの、まあ、日本語だとプロパティですね。はい。皆さん、1で覚えてください。はい。このような画面が出てきます。で、左から2番目、もう1で覚えてくださいね。僕のパソコンシステムが中国語なんで。それでね、これまたこの辺にね、DPI 何とかって出てくると思うんで、こちらをクリック。はい。そうすると、このような画面になります。はい。それのね、一番下、もうここですね。高い、DPI なんとかって出てくるんで、こちらを DPI ね、要はこのアプリの画面サイズを、システムに合わせて、このね、系統っていうのがね、システムなんですよ。まあ、中国語でね。こちらクリックして、まあ、確定します。はい。で、これを、もう一回、確定をします。皆さんね、1で覚えてくださいね。それで普通にね、このアークタイムを起動すると、もうちょっとね、こちらのメニューの文字が見やすくなってると思います。はい。そこでですね、ここでまだ、
中国語なんで、これをね、英語にしないといけません。英語にしないと、まあ、日本の皆さん使いにくいと思います。はい。ここでですね、補助。補助をクリックすると、補助の一番最初。もうね、見にくいんでね、なんて読むかどうでもいいんですけども、まあ、このような画面出てきますんで、ここをね、イングリッシュにしちゃいます。イングリッシュにして、一旦閉じます。そしてもう一回開くと、はい、英語バージョンになりました。これでね、日本の皆さんが、使用できるようになりました。はい。それではね、引き続き、実際に字幕の制作、をやっていこうと思います。こちらにね、僕の主演映画、バイラルデッドの、まあ、ちょっとワンカットと、テキストファイルで制作しておいた、字幕がありますので、こちらを使ってやっていこうと思います。はい。普通にね、ドラッグ&ドロップをします。はい。はい。このように出てきます。はい。そして、こちらの、テキストファイルの方も、ドラッグ&ドロップをします。で、実はね、バイリンガル字幕も、こちらのね、デュアルラングエッジの方で作れるようになってるんですけども、普通やらないと思うんで、こちらのシングルラングエッジの方をクリックしてください。はい。このような画面が出てくるんですけども、もし、この辺でね、このように文字化けしてた場合は、この辺、いじってみてくださいね。この GB180.30 で、まあ、普通に日本語が、表示されると思います。はい。はい。このような画面になりました。ここでね、ちょっと、フル画面にしてみます。はい。ですね、まあ、一番簡単なやり方は、もうここに原稿がある場合ですね。原稿がある場合は、はい、こちらのね、クイックドラッグ&ドロップクリエーションツールっていうのを、クリックします。はい。そしたらね、この一番目のセリフ、このサーバーを見つけて破壊するんだっていうのが出てきたと思うんで、はい。それではね、字幕乗っけていこうと思います。We need to find and destroy the server. That's the only way. 音声聞きながらね、このようにね、合わせていくだけなんですよ。はい。はい、一回止めます。もうこれだけでね、もう一回再生します。ちょっとこの辺見ててくださいね。ほら、このようにね、もう字幕出てます。はい、このように、表示されるということですね。はい。はい、引き続きやっていきます。はい、ドラッグ。はい、ドラッグ。はい、もうこんな感じですね。はい。このやり方、でもいいですし、例えばね、手打ちもできるんですよ。で、好きなところで、エンターキーを押すと、このように文字打つ、なんか、場所が出てくるんで、ここで、まあ、この次のセリフ、病気なのをね、入れてみます。はい。あれ。病気なの。で、またエンターを押すと、このように、病気などが出てくるんですよ。はい。で、これね、別にね、長さも自由自在に変えられますし、移動も可能です。はい。このように移動も可能です。で、僕がその90分の映画作った時には、何ですか。このようにね、手打ちで、90分の映画、セリフ聞きながら、やっていきました。弟の体は、ある日から、悪くなって、いったの。はい。はい、これで、ちょっと戻してね。このように表示されます。はい。それでですね、実はですね、まあ、フォントの設定も、できるんですよ。で、ここを押してください。この A って書いてるとこ。まあ、ここでね、まあ、新しい、フォント追加していきます。ここの Add New Style っていうのをクリックして、まあ、例えばここでね、グリーンでもやってみましょうか。グリーンね。グリーン。まあ、適当ですよ。はい。
で、グリーン。で、グリーンをダブルクリック。ダブルクリックして、ちょっとね、ここサンプルの、文字出てるんですけども、まあ、せっかくなんでね、ここをね、してみます。はい。で、フォントの色を、まあ、グリーンにガッとしてみます。グリーンに。グリーン。はい、グリーン。で、このフォントのサイズを、まあ、遊びなんでね、120ぐらいにしてみましょうか。120。あれ？これちょっとね、まあ、日本語が表示できるフォントにしとかないとダメですね。はい。それで、アウトライン。アウトライン、このように大きくしていったら非常にかなり大きくなっていくんで、このようにすると、見やすいかと思われます。まあ、せっかくなんでね、この、シャドウ、アウトラインの色もちょっと変えてみますか。まあ、ちょっと変な黄色にしてみました。アウトラインの色、ちょっと、まあ、黄色になりましたね。はい、黄色になりました。で、まあ、これ遊びなんでね、このシャドウの色、ね、ちょっとやってみようと思います。シャドウの色も、まあ、ちょっと違った色にしてみると、はい、シャドウのあるっていう感じがよくわかると思います。まあ、位置などもね、変更できますね。はい、位置は、このように、この辺でね、微妙に変化させることができます。ちょっとね、横に伸ばすことも、できるみたいですね。まあ、ちょっとこれね、いじってみたらね、いろいろ、わかると思うんで、あ、回すこともできるんですね。はい。まあ、あんまやらないと思うんですけど。はい。で、これでアップライをしてみます。で、このグリーンね。グリーン。はい。で、ここにね、グループっていうのがあるんで、まあ、このグループ2の、フォントをこのグリーンにしておきましょうか。はい。グリーンに。グリーンにして、例えば、これに、右クリックから、セットグルーピングで、グループ3か。グループ3ですね。グループ3を選ぶ。グループ3をグリーンですね。はい。グループ3。はい、ここで再生しています。ほら、このように。まあまあ、ちょっとこれ、デザイン性あんま良くないですけど、まあ、遊びということで。はい。まあ、こんな感じでね。はい。それでは、ここ、元に、戻そうと思います。はい。グループ1ですね。グループ1ね。はい。グループ1に戻すとまた、なんかまた普通の戻りますね。はい。それではね、この作った、字幕を、エクスポートしていこうと思います。ですね、実はこの、アークタイムプロから、直接映像ごとエンコードっていうのも、可能なんですけども、なんかやっぱり、普通の、編集ソフトでエンコードした方がやっぱり綺麗になるらしいので、今回はそちらの方をやっていこうと思います。はい、エクスポートクリックします。はい、エクスポート。まあ、今回はね、プレミアプロでやろうと思います。プレミアプロでこの XML プラス PNG シークエンスを選択します。はい。それでですね、こちら、チェック。はい。まあ、2K なんでね、1080p なんで、あと、はい。フレームレートを、まあ、元の映像と同じにした方がいいです。はい。ここなんかファイナルカットプロになってるけど、一応、プレミアにしとこうかな。で、これフォントね、これ何になってんだ。まあ、これを、もういじってね、日本語をちゃんと表示できるやつにした方が、いいですね。はい。これで、まあ、ちょっとフォントを大きくして、このようにね、変えられますね。で、アウトラインもちょっともう大きくしてみますか。あ、せっかくなんでね、ちょっとだけ文字の色変えてみようかな。はい、文字の色。あれ、ここはね、英語になってないですね。そうか、ここなってないのか。で、まあ、この、アウトラインの色をむしろ真っ白にしてみようかな。まあまあこんな感じでもうちょっと狭くていいかな。はい。まあこんな感じで字幕が出るという感じに今回は
しました。ちょっとね、ここでね、セレクト、ちょっと保存するファイルを、まあ、元これあった場所に、ね、入れます。G マーク。はい。まあ、一箇所にまとめておいた方が、実際に映画とかで作るともう、何百何千ってなっちゃうんで、その方がいいと思います。はい。ここに保存します。はい。保存できました。あ、そうか。今からエクスポートか。はい。エクスポートします。はい。はい。ただいまエクスポートをしております。はい。はい。エクスポート、完了しました。このように、出てきましたね。はい。ね。一個一個、開くと、こんな、画面が出てきます。はい。一旦閉じます。はい。まあ、これね、普通のね、何ですか、白い字幕に、黒い、アウトラインって普通にできますんで、ご安心ください。はい。はい。ただいま、プレミアプロが開かれています。まずはですね、はい。こちらのフォルダからね、映像をインポートします。はい。このように映像がインポートされました。このね、ファイルビューのところに、一個ね、字幕、フォルダ作って、この中にですね、この先ほど作った、このバイラルデッドの中の、字幕フォルダから、この XML、ファイルを、このようにドラッグします。そうするとね、インポートされました。はい。それでね、ちょっとこれ、ここでね、リストビューに変えるんですよ。リストビューに変えたら、このようになっています。そして、この XML ファイルをドラッグドロップすると、はい。字幕のレイヤーができました。ちょっと再生 してみようと思います。はい。このようにね、字幕入っております。はい。Yes. Hey, what brought you to Japan? Brian, my brother. He's sick. じゃあ、はい、ではね、こちらの、ファイルをエクスポートしていこうと思います。はい。エクスポート。メディア。まあ、普通にね、エクスポートします。はい。We need to find and destroy the server. That's the only way. You really think we're going to get out of here alive? Yes.Hey, what brought you to Japan? Brian, my brother. He's sick. One day, his body started to deteriorate. このように、アークタイムを使用すると、非常に高速に大量に、字幕を作成することができます。また、デザイン性のある字幕や、まあ、ある程度のアニメーションも、可能となっているようなので、そちらもおいおい紹介していこうと思います。そして、僕が主演のアメリカ映画、バイラルデッドも、ただいま、世界中の映画祭に出しているところなので、まあ、いつ放映されるかなど、新しい情報が出ましたら、こちらの方で出していこうと思います。そちらの方もよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。